さあおはようございます。月曜日の朝になりました。今日は曇りですね。はい、ということでなぜ月曜日からカメラを回してるかということなんですけども、今日実は、午後ですかね、午後、オフ会で会った方と、会う約束をしているので、それで、今日の一日を Vlog 形式に撮ろうかなというふうに思ったのでカメラを回してます。で、あの前回の動画ですよね、あのオフ会の反省会かな、オフ会の、感想を話した動画の中で、もし福岡に来る機会があればぜひ連絡取っていただければ、食事もしくはお茶に行きましょうみたいな話をしてたんですけども、それを言った会があって、トータル3人の方にメールをいただきました。で、まあ、その中の一人の人と会うんですけども、ちょっと残り二人の方は、まず一人は、単純にあのオフ会に来られたことがなくて、初回の方だったので、ちょっと初めて会う方は、男女関係なくお断りしているので、その一人の方には、ごめんなさいと、一回オフ会にまず来てくださいというごめんなさいメールを送りました。で、もう一人の方はオフ会に来たことがあった方なんですけども、ちょっと日にちが合わず、私の都合がつかない日だったので、それもお断りさせていただきましたということで、まあ、3人メールがあった方の中で唯一、会う約束ができた一人の方と今日会ってくこようというふうに思います。でちなみになんですけども、土日とか、祝日とかは、用事が入る可能性があるので、平日だと、行ける可能性が高いかなというふうに思います。まあまあとはいえ、まあ、気にせずメールいただければ、ごめんなさいする可能性は、まああるんですけども、日にちが合えば、ぜひ会いましょうという感じでやっていこうと思います。で、今回、今日会う方は、なんと、場所の確保予約もしていただいたということで、これ結構楽でいいなと。あと自分がそもそもあの福岡の店を全然知らないということもあるので、まあ、今後、もし、会いましょうと約束を取っていただける方には、ぜひ、会う場所ですね、まあ、喫茶店なのか、レストランなのか、まあ、そこもお任せしますけども、会う場所も、予約お願いしたいなと、厚かましいんですけども、そういうふうに思っています。で今日なんですけども、午前中は、いつも通りの、日常を過ごして午後、天神博多の方まで会いに行こうと思っています。まずはジムからですね。さあ朝飯作ろうかな。今日も買ってきたパンがあるので、それを食べつつ、ヨーグルト、フルーツヨーグルトを食べようと思います。よし、そっか、最近ヨーグルトに蜂蜜かけてます。もう糖分昔気をつけてたんですけど、まあ、ちょっとぐらいいいかなと。蜂蜜入れるとめっちゃ美味しい、甘くて。であとは30秒ほどレンジでチンします。うまそう、出来上がりです。昨日アップされたアツシの Vlog を見ています。あとパンですね、パン。
ゃん。うん、うまい。さあ、ジム行きますか。前まではこれで行ってたんですけども、最近寒いんで、ユニクロの、ユニクロで買った、最近買った、先週買ったウルトラライト、まためっちゃ軽いダウンを羽織って最近は、ジムに行ってます。これ6000円だし、いいっすね、いいっすね。1週間ぶりぐらいですもんね、うん、でこっち来たのはどういうことですか。金曜日、金曜日に来て月曜日に帰るみたいな感じで、今日晩ご飯、はい、ね、昼ご飯をこれから食べます。お土産ありがとうございます。今から食事も終わったので散歩がてら大堀公園まで歩いていこうと思います。寒いよ。寒い寒い。ただいま戻りました。お土産ありがとうございます。さあ晩飯作っていきましょう。今日の晩ご飯はサラダ。
です。さあできた。サラダ、ツナサラダと納豆です。いただきまーす。はい、食後のデザートで、みかんを食べます。最近結構みかんが美味しいということで、このみかんにハマってます。まあ、ちっちゃい頃はね、なんかみかんなんていつでも食べられるという感じで、そんなに好きだった記憶はないんですけど、なんかむしろオレンジジュースとか、まあ、そっち系が好きだったんですけど、美味しいですね、久々にみかん食べると。みかんとオレンジの違いって何なんでしょう。国産か外国産かの違いなのかな。みかんの方がこう手で皮が剥けるんでいいっすよね、簡単に食べれる。うん、おいしい。4口でみかん1個終わっちゃう。うん、どうもお疲れ様です。今日は、午前中はジムに行ったんですけども、午後オフ会で会った人とランチを食べてきました。2時間ぐらいですかね、まあ、いろんな話をして、気分転換になって、非常に楽しかったなと思います。やっぱりこうやって人と食事しながら会話をするというのは楽しいなということを改めて思いました。なので、今後福岡に観光に来るとか、出張に来るとか、出張だと厳しいのかな、何かしら用があってきて、時間が 1,2 時間空いたからちょっと会いませんかというのはもう全然ウェルカムなんで、気軽にメールしてください。で、タイミングによってはちょっと私の都合が合わないということも十二分に考えられるので、その時は、私も遠慮なくごめんなさいということで、断りのメールは送ると思うので、誘う方も、気軽にメールしていただければなというふうに思っています。で、ちょっと朝の話したかもしれないんですけども、会う際は、ぜひ、行きたい場所を、事前にピックアップして、指定していただければなというふうに思います。私福岡の、外食する場所全然知らないので、逆に、そうやって新たな場所を、行けるというので、メリットも、あるので、ぜひ、行く場所はピックアップしてほしいなというふうに思います。で、当然ね、食事、お茶すべて割り勘で、ぴったりきっちり割り勘で行こうと思うので、その辺も心配なくという感じですかね。はい、こんな感じで今日は一日楽しく、話ができてよかったなというのが、まず一つで、あともう一つ、話はちょっと全然変わっちゃうんですけども、これまで Vlog のアップロードは、週1回日曜日もしくはたまに土曜日みたいな感じで週1回やってきたと思うんですけども、これまで週3日だったのを週1回に、下げたというので、あるんですけども、もうちょっと頻度を下げようかなというふうに思ってます。で、週1回とは言わず、気が向いたら、これ前も言いましたかね、ひょっとしたら週1回やんないかもよというような話を した気もうっすらあるんですけども、なんだかんだ言いつつ週1回、Vlog 上げてきたんですけども、それをいよいよ、来週からかな、この動画を上げて以降本当に不定期にしようと思っています。で、できればできればというか絶対月1回は Vlog アップしようと思いますけども、月2回は上げるかどうかは気分次第というような感じで、ちょっとサボろうかなというふうに考えてます。で、そのサボる理由なんですけども、何か他にやりたいことができたとかそういうのは全然なくて、単純に、やっぱり Vlog 作るのに飽きてきているということで、ちょっと頻度を下げて、もうちょっと休もうかなというふうに考えています。なので、ゆっくりする時間を、作るというだけです。なので、他に何かやってるとかそういったわけではないんですけども、そんな感じで今後は、のんびり、さらに、シフトダウンして、これまで以上にのんびり、ファイヤー生活を、満喫しようかなというふうに考えています。
で、まあ、何ヶ月か何年か分かんないんですけど、また Vlog 作りたいというような欲求が出てきたら、徐々にまた増やしていこうかなというふうに考えています。なので、まあ、私の気分が、もうちょっと頑張ろうという気になるまで、気長に待っていただければなというふうに思っています。で、完全にやめようかなとも思ったんですけども、私のコミュニティですよね、あのオープンチャットの入り口にもなるので、まあ、そういった意味でも、まあ、月1回は最低でも上げていきたいなというふうに思ってます。で、概要欄には、常にオープンチャットの入り方について、はい、書いてはいるんですけども、動画であんまりね宣伝していないので、最近、新たに入ってくる人はかなり少なくなっちゃったんですけども、オープンチャット上で、たまに私オフ会とかやったりしてたりするので、もし興味があればぜひ、お金はかからないので0円なので、ぜひオープンチャットの方に参加していただければなというふうに思います。まあ、そんな感じで、来週以降は Vlog アップは不定期になるので、まあ、その点、ご了承くださいというお知らせでした。はい。で、まあ、今回の Vlog は、まあ、この辺で終了しようかなというふうに思うんですけども、そうだ、あと1個、まあ、これあんまり大した話っていうか、まあ、ちょっと気持ち悪いなという話なんですけども、最近中東でなんかいろいろ起きてますよね。で、まあ、ヨーロッパの方も、非常に不安定、まあ、情勢も不安定、政治も不安定という国があちこち見受けられるということと、あと韓国のことだったり、あとフィリピンもちょっとごたごたのニュースが流れてきてましたよね。まあ、そういった感じでこう世界各国なんか不安定じゃないですか。それが非常に特にここ最近立て込んで、ニュースで上がってる、あとジョージアかもありましたしね、そういったニュースが立て続けに目に入るので、まあ、非常に、気味が悪いという感じで思ってます。まあ、これがね、これが雪崩的に、まあ、第三次世界大戦的にならないことを祈るばかりなんですけども、まあ、この、まあ、一個一個は多分別々の要因で起きてるとは思うんですけども、その根っこにあるものが、なんだろう、その貧富の格差が拡大することによる歪みが世界各国で、起きているということだとすると、まあ、あんましね、喜ばしいことではないですよね。貧富の差が拡大するとどうなるかというのはね、なんかあの本にも書いてましたけどね、世界大戦につながると、まあ、戦争につながるということが書かれてたんですけども、まあそうならないことを祈るばかりという感じで、もう私もね、この60目前にして戦場に行きたくないので、まあ、特に日本が巻き込まれないことを祈るばかりということで、まあ、そういったちょっとあの嫌なニュースが最近ちらほら目につくのがすごい心配というのをちょっと最後に言っておきたかったなと。まあ、だからといって何ができるわけでもないんですけども、まあ、寺を神社を見つけては世界平和をこう祈ってお参りするということぐらいしかできないんですけども、まあ、何もなければいいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、こんなもんかな。はい、こんな感じで、私の Vlog では、私のチャンネルでは日々の出来事を Vlog 形式にまとめて、アップしているチャンネルになるので、もし興味があれば、ぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。ということで、次回いつになるか分かんないんですけども、また気が向いたら Vlog アップします。それでは失礼します。さようなら。これって一個丸々入れるのかな。でかくない？なんかお風呂のバブ手のひらサイズのイメージなんだけど、牛だ。これこのまま入れていいのかな。めっちゃサイズがでかい気がするけど、割れないからこのまま入れるでしょうきっと。えい、お、ということでいただいたやつをお風呂に入れました。うわ、綺麗。今日はこれでお風呂で癒されようと思います。
すごいい匂い。